上州重臣は中国の東大の禅宗、送り名は、真際禅寺。属性は各。総州政院県、各号の出身。中国禅宗の中で最高峰の構想とされ、五代十国時代の混乱した北方において禅を説いた禅者として、臨在起源と並び称される。その修風は、暴火の激しさを示さず、平易な交互で法を解き、 後進側上に光を放つと言われ、名門堂の数々を残した。あらゆる祖録を通じ、上州の言葉が最も多く記録されていると言われる。幼くして、総州の辰を記事で出家し、七から八歳で悟りを得た。十六歳で池美の南戦富願に支持し、死の平城新世道に関する言葉により、十八歳で、大御してその奉仕となる。須瀬の瑠璃ンで受戒する。 諸法安下にも出たが、死の存命中は、南戦山を本拠として、南戦の随身を続け、57歳で、南戦の宣言に会い、3年間もに服す。60歳で再安下に出て、諸法の全哨と問答を少量して、境外を練り、大爆キ運、塩館、西再安氏らの全哨の下で修繕する。80歳で、上州の観論員という木々が茂っていたと言われるに、 重するようになり、その後、40年間、後進が側然と称される前風で、説教を強化し、120歳で没した。送りなして、間際大使という。衣類中高、及び大悲心を神髄とした、南戦腐願から上州重心に至る方形は、その後と抱いたが、今でも、中国や日本の前者たちに、上州古物と仰がれている。彼と門弟との問答の多くが、 後世の公案となり、広く知られることとなった。特に、犬子物性の問答は、公案集、無問籍の第一則に取り上げられ、東洋的、絶対無の思想を象徴する問答として名高い。ABCDEFG は波仏教辞典 1989P428ABCD 保守の安永2009 p285 前野、P 16前本,線 P 本線9 9 2 p16 前野、本線9 9 2 p196 山本1960 p16 星野安永2009 p224 星野安永2009 p166 286 28星野安永2009 p285 から286星野安永2009 P287 ありがとうございます。